2014年ハンガリー議会選挙は、中央地域に位置するハンガリーの立法府である、国民議会を構成する議員を全面改選するために行われた選挙で、2014年4月6日に投票が行われた。国民議会の議員任期が満了したことに伴って、実施された選挙である。2010年議会選挙の結果、オルバーン・ビクトルを首相として発足した。 フィデス・ハンガリー市民同盟政権に対する評価が問われた。2011年4月にハンガリー社会党など野党の強い反対を押し切って成立させたハンガリー基本法下における初の総選挙でもあり、国民議会定数も386議席から199議席へと半減された。2011年に選挙法が改正され、前日の通り国民議会の定数が削減され、 従来の小選挙区と地域比例代表及び全国比例代表による並立性から小選挙区と全国比例代表による並立性へとなった。また国外に居住するハンガリー系住民に対しても比例代表への投票権が与えられた。国内に居住するハンガリー市民は2票投票少数民族有権者は2票投票国外居住のハンガリー市民は 一票投票小選挙区は最多得票を得た候補が当選。比例代表は全国名簿に投じられた得票小選挙区で落選候補に投じられた得票当選候補の当選に不要な票の合計で5%阻止条項をクリアした政党名簿間でドント方式にて議席配分。少数民族名簿は 部屋式当選期数の4分の1以上を獲得した名簿に対して比例代表1議席まで優先的に議席配分。本選挙において候補者を擁立した主要政党について紹介する。選挙戦闘所から優位が伝えられていたフィデス KDNP の二党連合が前回選挙に引き続き圧勝。これによりフィデス初の2期連続政権が誕生した。 オルバーン自身にとっては、1998年から2002年の第一次フィデス政権も含めて、通算3期目の政権となる。政権交代を目指して結成された中道左派連合は、小選挙区においては、ブダペストを中心に10議席の獲得に止まり、比例代表でもフィデスに大差をつけられて敗北した。ヨッピクは比例では、 中道左派連合に迫る得票を得たものの、フィデスと中道左派連合に次ぐ第三党に止まった。中道左派政党との共闘を拒否して単独で選挙に挑んだ LMP は、阻止条項をわずかに上回って議席確保に成功した。ありがとうございます。